い、ツーバー何してんすかこれ。ガム投げてる。あ、ツーバー珍しくなんかルアーロット使ってますねこれ。当たってる当たってる刃先食い込む感じ。ほら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 持っていく。ほら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 。これどういうことですかね。ただジグヘッドを海底につけて岩の上を歩かせて楽しんでるっていう。これ釣れるんすかこれ。これ釣れてる気分になりますよ。あ、なるほど。あら来た来た。あ、惜しい。びっくりした。あ、でもこれあの当たりが根掛かりっていう。当たりが根掛かり。なんかヒッチャーみたいになってきたら、なんか根掛かりしたら当たってる当たってるみたいな。ほらほらほら触ってる触ってる触ってる。ほらほらほら見て見て見て、もう持っていくよ、もう持っていくよ。ほら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 、ほら、あー惜しい。惜しくないか。惜しいっていうかもう根掛かりって分かってるんでしょこれ。あら来た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 。ほら、あー、おおおおお、魚っぽい。なんか、あ、魚違う。あ、ここで根掛かってる。え、根掛かり結局。あ、あー惜しい。危ねー。ほらこれでね。あ、なるほど、これでそこをズル引きするとああいう楽しみ方もできるぞっていうことですね。そうですね。なるほど、また一つルアーの楽しみが増えましたね。プラス思考。自分一瞬ツーバさんが血迷ったのかなと思って。誰が血迷った。誰が血迷った。簡単ですよ、ほら投げて、うん、投げてちょっとベール開けといて、うん、報酬報酬、うん、ボトム取ったなと思ったら、はい、まあ好きな体勢でひたすらズル引き。ほら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 、ほら、ほら、これね、ほら、あ、あ、これはもう熱中症対策は気をつけようってことですね、これね。うわ、活性高い、活性高い、ほら。今日ちょっと太陽の熱でちょっとおかしくなってますね。暑かったですから。ちゃんと水分補給は、ほら、ちゃんと水分補給しないとね。ほら、ほら、ほら、こうなりますからね、皆さん。ちょっと。たまに本当になんか熱っぽいのが来るじゃん。熱中症ですね、これ。わけわからなくなってくる。ほら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 、じゃあ引き続き釣れるまで待ちましょうか。はい、温度差祈っときましょうこれ。はい、楽しいよ。はいはい、いやね、ツーバーが言ってたなんか謎の遊びみたいな、ちょっとやってみようかなと思います。謎の遊びって言ってるもん。投げて投げてボトム取れるまで置いて、でボトム取って、あ、ボトム取ってますね。でゆっくりしてゆっくりして海面につけて、竹さん甘いっす。海面につけて、甘い。ゆっくり、本当にゆっくり。熱心に何を。ゆっくり。ああ、本当だ本当だ本当だ。いやらしいぐらいにゆっくり。あ、本当だ。スローリー、スローリー。来てます来てます。来てる来てる。来てます。なんか海底が見えてきた。海底が。海底が見えてきたぞ。ね。地形把握。あ、本当だ。あ、面白い。あ、海底が見、あ、当たってるような感じ。でしょ。あ、これ、あ、確かにわかる。最初は楽しいんですよ。うん。後から麻痺してくるんですよ。魚の当たりなのか、そこを這いずり回ってる当たりなのか、なんかちょ魚の当たりになんか似てますね。でしょ。なんかコン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 ってなる感じが。マジっすか。たまにわからなくなるんですよ、これが。うん、ほんとだ。で、これで、うん、要するに、うん、ボトムの根が荒いっていうのがわかるから、うん、気をつけようっていう答えにたどり着くっていう。そうですね。でも、まだ根掛かりしてないですからね。なんかいいように言ってるけど。うん、あ、でも楽しい。確かに楽しいかも。この底を探ってる感じ。でしょ。ワンチャン当たりますからね、これで。うん。下手したら。底物がね、もしかしたら。じゃあ、針ついてるんですか。ついてる、ついてる、ついてる。あ、マジですか。あ、じゃあ、一応ズル引き。そう、ズル引き。ズル引きか。あ、簡単に言うとズル引きしてるっていう、ね、うん、あ、これはじゃあ、釣れる。これは釣れるかもしれない。釣れる、釣れるアクション。釣れる確率ゼロじゃない。釣れるアクションである。ゼロじゃない、これ。あー、戻ってきましたね。もう一回投げて、そこ叩いて、魚がいれば魚が反応して。もう一回投げるんですか。あー、なるほど。あー、こういう遊びもあるのかよ。ただ単純に僕のリアクションがうざいっていうだけで。一人うるさいっていう。なんでこんなルアーズでテンション上がってんのよ。釣り楽しいもん。復活するよりテンション高くない。ちょっともっとロッド下げて、ロッド下げて、ライン一直線、ライン一直線、一直線、当たりを敏感に取れるようにして。あ、なるほど。ゆっくりゆっくり。当たってますか。当たってる当たってる当たってるというか、そこに当たってるよね。海底散歩みたいな。当たるでしょ。当たってますね。活性高いでしょ。高いでしょって思いましょう。魚の当たりだと思うとちょっとドキッとする部分もあるよね。そう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 。たまにコンコンコンがたまにグイッてきた時、ゴゴゴってなるところがあれば、コンコンってなるから。
か、もしかしてたけしもハマってきたの？ちょっとハマってきましたもしかしたらこれあれですね、貼り付けなくても面白い遊びただ重りをつけるだけで楽しめる遊びみたいな。それ言っちゃいかないですね、うん、それ言っちゃもうダメですね。そうですね、いや多分もう我々のガイドが悪いからこういうことになる。俺なんかのせいだな、俺なんかのせいだな当たりかこれっていうのがずっと続くっていう、うん、この 50m だけで 50m 巻いてる間タクシーな。ゆうかさんもう熱心に竹地さんもハマってるんで、この汗かいてるんですね、これ汗かいてる。おおめっちゃ面白い。わざとらしくないこれ。でもなんとなく一応言いたいことは分かりません。行って本当に釣れたら面白いですけどね。確かにね、魚のなんか当たりに近いものがある。確かに。よし、まあとりあえずこんなもんでいいですか業務的な一応楽しいであるけど、これがまた魚の当たりに変わるの。そう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 ってね、検討に行くと思いますよ、うん